はい、今日もエマチャンネル見てくれてありがとうございます。今日も京都で函館駅の方に来ました。今日はね、2024年の正月14日日曜日なんだけどね、昨日ここ同じコースっていうか、朝市の方からねまた行ったら、朝市全然人いなかったんだよね。まあ、お店もやってなかったんだけど、ってちょっとびっくりしたけどね。まあ八幡坂とかあっちの方行ったけど、あっちの方はまあ相変わらず人がいっぱいいたけど、まあ、今日日曜日ってことでね、日曜日どうかなどうかなっていう感じでちょっとまた行ってみたいと思います。はい、車は多いな、やっぱり。まあそりゃ日曜日だからね、地元の人も買い物行ったり遊び行ったりするよねって感じだね。まあ、それと別で観光客の人がどうかなっていうとこなんだけど、どうだろうね。あ、でも駅前の駐車場があるんだけど、そこはいっぱいだね。あんまりやっぱ人歩いてないな今日。まあいるはいるけどね、少ねえな。少ない。ちょうど今お昼頃なんだけど、この左側のラーメン屋さん、あ、やってないな。朝市はやってるみたいだけど、あんまり人いないね。ぼちぼちだな。車もいつも止まってんのやっぱあんま止まってないね。昨日よりは人いるけど、どうなのかな。この辺来るといつも大体観光客だなっていう人がねいっぱい歩いてるんだけどね。まあまあこんなもんかね。まあ、でもね、昨日も今日も、ね、天気が良くてね、悪くない。雪本当降ってなくてね、本当にいいんだよね。道路、まあ、見て分かる通り、ほら何にも雪ないし、乾いちゃってるしね、凍ってるわけでもないし、なんかすごくいい感じなんだよね。本当今年はね雪が少なくてね嬉しい。最初来たばっかの頃はね雪珍しくて嬉しいなって言ってたけど、今やっぱもうちょっとあれだな、雪降んない方が嬉しいな。雪かきもやりたくないもんだってなって感じじゃない。あとここ曲がってみようか。ここ左側なんか建物壊してるけど、なんだったっけな、全然こう覚えてないよね。あ、でもあれか、自分の前の動画を見れば映ってんのか。あ、そうだな、自分の前の動画見れば何だったか分かるな。あ、そういうなんか動画の使い方もあんだね。あれここ前と違うとかって言ってね、前何だったっけななんて言った時、動画見ればああそうだそうだとかって、なんとまあそういうことに気がついてしまった。気がついてしまったってそんな大げさな話じゃねえんだよ。ラビスタベイの駐車場はあれだな、今日は多いね。昨日はガラガラだったけどね、3時ぐらいでガラガラだったもんな。それかあれかな、やっぱお昼時だから混んでるの。そんなこともないな。まあ混んでるよね普通ね、日曜日だもんだって。さあまたいつもの金漏れ倉庫へ来たけど、やっぱ昨日より人歩いてるな。あ、多いね人ね、多い、本当に多いね。あ、今日は多いな。ていうかやっぱラッキーピエロは人気だね、ほんとね。まあどこ行ってもっていうか、どこのラッキーピエロで何を食っても美味しいから、まあいつも言うけどねほんと美味しいんだよね。ほんとに近くにさ2つあるけど両方混んでんだよね、やっぱね、すごいよね。でここまた今度今日は握ってみましょう。
目の前にあるねカリフォルニアベイビーってね、そこも、まあ、前も言ったけど、あの大昔やっぱね旅行で来た時にねなんか有名だって入ったんだよね。でなんだっけな、シスコライスって言ったっけな、なんかねすごいでっかいウインナーが乗っててね、なんかミートソースみたいな感じだったのかな、なんかねすごいボリューム満点なやつがあってね、まあそれが売りみたいなんだけどね、もしあのがっぱりちょっとこの辺で食ってみたいなっていう人いたら、ちょっとカリフォルニアベイビー行ってみたらどうかなと思います。お、入ってる人いるね。ちょっとね中はねアメリカンテイストなんだよね、うん、昔のアメリカって感じ、もうフィフティーズとかねその辺のなんか感じのすごいなんか洒落てんだよね、うん、雰囲気うんと好きだね。まあなかなか来ないけどねもう来ないけど、うん、まあ旅行で来たらやっぱ来たいなと思ったよね。向こうあの静岡にいた時はねまた行きたいななんて思ったりしてね、ちょっとここまだ回ってみようかな、昨日と一緒で。ここは8万だからね。あの今日まあまあやっぱあれだな、いつもいるんだね人はね。まあ今日はまっすぐ行かないで左へ曲がって行きます。まあ今の函館って感じでね、動画作ってますけども、なかなかでもね面白いね、面白い、いろいろこう日によってこう同じ街でもいろいろね景色が変わるっていうか、景色っていうかな、なんていうんだろうな、雰囲気も変わるっていうかね、まあもともとここは洒落た街だからね、本当にこう絵になるとこが多いよね、まあいろいろねあのこうやって行って走ったり行ってみてこう動画で上げたいと思ってるんですけれども、もしなんかねあのリクエストとかあったらね言っていただければできる範囲でやりたいと思いますので、ぜひね、コメント欄に書いていただいたら嬉しいと思います。なかなかねネタも難しいんでいろいろ考えてもね、いや今日ここ行こうかなとか あそこ行ってみようかなとかねいろいろ考えるけどなかなかね、難しいんでリクエストがあればぜひお願いします。ということで今日はこれでおしまい。あ、チャンネル登録お願いします。それじゃあまた。いや本当に来ないとね、いいよ、本当助かるよ。じゃあね。